はい、そんな感じです。コメントを紹介します。スケッチの仕方の動画を上げてください、っていう、直球ですね。もうドストレートなんですけど、ありがとうございます。その前に皆さん、スケッチとデッサンの違いご存知ですか？もしかしたら知らない人もいると思うので、書き方の前にまずスケッチとデッサンの違いですね、簡単に説明します。スケッチは人物とか物とか風景を大まかに大体で書くこと、その上から絵の具とか色鉛筆とかで色を乗せることもありますし、下書きみたいな感じですよね。デッサンは目の前にある物とか人物とかパーツ、手だったり頭だったり顔だったりをそのままの形状、質感、明暗、陰影、距離感とかを忠実に鉛筆で仕上げること、要するにスケッチは描いてるものの雰囲気をつかむ描き方、デッサンは正確さを求める描き方、簡単に言うと。で、僕がアップしているイラスト動画で例を挙げるとこちらになります。厳密に言うとスケッチではないんですよ。実際に街を見て描いてるわけではないので、こんな街存在しません。実際に街見て描いてないです。写真を3枚ぐらい見て、それを見ながらなんか、本当想像で描いてます。で、これ動画でも言ったんですけど、何一つちゃんと描いてないんですよね。描き方のニュアンスとしては、スケッチに近いのかなって。で、下書きして色をつけた。で、あともう一枚これ。これのバッグの街ですね。このバッグの街も存在しない。けど、書き方のニュアンスとしてはスケッチ。デッサンで例を挙げると、唯一これが一番わかりやすいのかなって。これ、紙の上に四角い箱とはしごがありますよねっていうイラストなんですよね。トリックアートになってるんですけど、厳密にこれも、デッサンではないんですけど、紙の上にだから四角い箱があるんですけど、僕これ箱見て書いてないんですよ。この箱も想像で書いてるんですよ。でも書き方のニュアンスとしてはデッサンなのかなって。デッサンだけを意識した絵をちょっとアップしてないので、ただこれが一番、近いかなって。じゃあこれ何なんだって話で、これは鉛筆画になります。じゃあ鉛筆画とデッサンの違いって何なんだって話なんですけど、デッサンは実際に目の前にあるものを忠実に描く絵の基本を学ぶための訓練方法としてデッサンっていうこともあるんですよね。ですんで、この絵も半泣きのお姉さんを目の前に立たして涙をキープしてもらったところを描いたものじゃなくて、画像を見ながら描いたんですよね。鉛筆だけで描いたので鉛筆画なんですよ。で、鉛筆画は鉛筆で落書きしたものでも、描いた人がこれ鉛筆画ですって言えばそれ鉛筆画なんですよ。要するに作品のこと。ただこれ人によってね、定義があっていろいろややこしいんですけど、僕の見解はこんな感じです。はい、ここでじゃあいただいたリクエスト、コメントに戻りますね。スケッチの仕方の動画を上げてくださいと。今いる部屋の、どの角度でもいいので、10分で全部書いてくださいと。テレビとか机とか本棚とか、いろいろあると思うんですけど、10分で仕上げるってことは細かく書いてなんないんですよね。ざっくりあそこにテレビがあって、本棚があって、大体で書いてって。で、10分で仕上げる。もうこれスケッチなんですよ。デッサンは家にある、リンゴ、バナナでもいいですし、左手、鉛筆持ってない方の手でもいいので、3時間かけて書いてくださいと。3時間使って書き終わらなくてもいいので、早く書き終わってもダメなんです。
何時間っていう定義はないんですけど、あの目の前にあるものを忠実に描こうとするこの作業がデッサンなんですよね。で、完成した絵を鉛筆だけで描いて、作者が鉛筆画といえばそれ鉛筆画になるんです。ざっくり説明しましたけど、まあこんな感じですね。スケッチもデッサンも最初いいんですよ、下手で全然。自己満足でいいと思うので、まず描こうぜってことですね。その自己満足って、なんだろう、描き続けてるうちに無意識にレベルがどんどん上がっていくので、まあこれ、絵だけに関することじゃなくてね、何でもそうだと思うんですけど、続けることが大事ですよね。はい、今回はざっくりと簡単にですけど、スケッチとデッサンと鉛筆画の違いと描き方のお話でした。This party's poppin', show us your best move. Everyone's watching, it's so electric, keeps us united. Yeah, you better.